俺はね、2年目入った時にスイッチ変わったから。それはね、スイッチ変わりました言うとるけど、もう半端やないから練習。今では最強のスイッチ。ああ、もうそんなもんね、真似できないと思うよ、俺も自分で。今もう一回やっても無理だもん。もうこいつようやったなって、ようやってきよったなっていう。だからね、やっぱね、17でやめて、おい、何やるか、ノーって言えないじゃん。スイッチやるか、ノーって言えないじゃん。もう覚悟、もう何か言われるたびにも覚悟しかないのよ。でもやれると、やれるというか、もうやれるやれない覚悟。やらされたんだじゃ、やれなかった。左でやれって、右でやれやから、情報を早いでやれ。とにかくね、体が半端な、体が違うから。どのコーチ？住田も平さんがね、コーチだ。あのね、ちょうどアメリカに行った時に、カープとウィンターリーグに阪急参加するだったのよ。でその時にもうちょっとお亡くなりになったけど、山本和義さんっていうのが、俺がたまたま右でスイング終わった後の左を見てたら、お前綺麗やんか、癖ないしって言って、それを住友さんに言ったんだよね。それで住友さんが秋からこう言った時に、お前ちょっと左打ってみろって、左でこうやって言ったら、お確かに綺麗だなっつって、まあまあ左ちょっと打っとけよ、まあ右のスイングのねちょっと癖あるから修正するのにバランスよく左も振っとけっていう感じだったの。で春になって右で一歩打ったら、お前左やらないのって言い出したの。え、やるんですかってなったよ。そこで押し元があって、うん、でそれで野村さんが平田さんに言ったみたいに、野球界には先発完投だけど、最後にリリーフが来て抑えで必ず勝つっていうのは、リリーフっていうね仕事をやって日本の野球界に革命を起こさないかっていう言葉で江夏さんが変わったって話を聞いて、じゃあお前も日本のスイッチヒッター見てみろって、みんなちょこんと出て走るばっかりじゃんか、お前左も右も大きいホームラン打てるような、そんなスイッチになってもらいたいや、革命を起こさないかって言ったら、男って革命って弱いんですよね、言葉ね。うまいこと乗せられたから、乗せられたようにね。まあそれ山本和さんがね、そうやって言うたからね、確かに右のスイングで左のスイングで綺麗ですよ。見たらやったら面白い、体は強い、少女のことはへたばらない、うん、まあ練習生で入ってるから余計なんですよ、負けたくないがものすごく出てたからね。朝一に練習に来て手伝いして、帰りはティーをして帰る、掃除してみんな片付けるの、それをずっとやって、その苦しさとこの下から這い上がっていってやろう、やるんだ俺はこう掴むんだいうのがものすごい、それでまあやった。まあ、コーチもそこでね、うるさいコーチね、もう二人がかりだったから、ずーっとや。皆さんテンポ吉野って知ってます？テンポピッチャーテンポ、ああテンポテンポさん、テンポさん、コーチのね、ピッチングコーチ、この人がさ、もうノックやるのよ俺にね。でその人も文字工業出身、今の広告で、キャッチの文字工業で、この人も2年で辞めてるんだよ。で俺も2年で辞めて入ってるから、同じ東京で2年で来てるから境遇が似てるから、やっぱ面倒見てくれたのね。で面倒見てくれるのはいいんですけどね、ノックでねやるときね、おいしくぞバットってね、バット振り上げるようにね、ちょこっとこうやって打つのよ。もう目の前にゴロったら、そこもう走っていかなきゃいけないのよ。でね、だんだん取ってたらね、こう最初取ったらね、こうポッとこうボールなんか修正で返すのね。ほらこうコーチにワンバンで綺麗にこう行くじゃない、2カゴがなくなるまでノックなんだけど、なくならないのよ、ボールが俺が綺麗に返すもんだから。最後に、ね、頭からね、そのコーチにね、もうぶつけられるのってガーってね、もう頭ぐらい狙って投げたんだけど、ヒャッヒャッて振られるんだよ、ね、そのぐらいの元気あるならまたかかってくださいって言うのよ。ほんでそれも言っても聞かないから、今度は外野にボール全部投げたんだよ、二赤子のボール。よし松田が次もしたら来るぞ、ボール全部開ってこうって、結局俺が全部開いてくれ。それでもうボールをどうするかっていうのも覚えたし、なんか怒りをね、人にぶつけるんじゃなくて練習のパワーにぶつけると、意外とこう力出るんだなっていうのをね、ちょっと学んだような気がする。ああいうノック阪急良かったな。良かったですよ。ジェスチャーでもね、こうやるでしょ、いけぞーこらこっちは身構えたら、えらい場合じゃ、ショートの守ってるポジションでそこまでダッシュしてボール止まるまで取らねえかんねやから。でもしボールが止まったらカウントにならないのね。それまでに取れる。そう止まらない。大変だったよ。だからこれはもうなんかね、下半身強化になってるんですよ。落合が中日の監督やってる時に、森の、はいはいはい、ね、荒木とかね、はいはいはい、あれをノックする時に普通入るぞってカーンと打つんやけど、打たへん。ちょんとろ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 止まるまでに取る。前に出て同じことじゃん。
やられるのよ。それやってるうちに下半身で今度はそれに耐えれるやつじゃないとレギュラーになれない。そこでもう挫折してもうダメですってやつはレギュラーになれない。あれはやっぱりちゃうと、これノックいたらあかん。こんなポンポンポンとこんなん読めたら、今なんかやったらもうこういう綺麗な人工芝居やったら大体こんなん分かるから、大体にやるあれだ、チョンってやってコロコロコロ、もう自分の足を使って前出ていかないから、もうすごくきついから低い姿勢で取らないかんし、それは練習の中で体を強くしていくと、それもあるわけです。でも今の時代の選手と比べてほしいのが、あのやはりね、あの休まない人がどれだけいるかって、もう今結構みんな休むのね、怪我ね。で特に理由がね、違和感。違和感って何？俺ね、親指骨折したんだよ俺。ここ今も曲がってます。いやいや曲がってないけど、親指をね、あの近鉄の金村の打球をちょっとこう、あの雨がちょっと降って濡れててスリップしてきたやつがカツッと当たったの。でもうパキンって言ったら曲がったから、あこれ折れたなと思ったけど、もうレギュラーを休んだら取れられると思ってたから、もう黙ってたのよ。で3日間経ってももうやっぱり痛いし、で仕方ないからもうトレーナーにちょっと病院行って、ちょっと病院に行きませんか、どうしたのか、多分骨折してると思うけどって、いつから3日前からお前昨日試合出とったやんかって話になって、でそれで病院行ったら綺麗に折れてるんですよ。でロッカー帰ったら監督から、あのコーチが来て今日休みって言うから、バット投げたの。休まないぞ、バーって投げたら、俺が暴れたら何暴れてんだっつって監督呼んだら、1打席でもいいからあの使ってください。そしたらちょうど西武戦でアニアが投げてて、ツーアウト回りで7番ぐらいやったな。それでライト前ヒットって、それから絶好調ですよ。折れたまま絶好折れたまま。昔はもう絶対自分から休むって言わへん、よっぽどのことでないと。そらもう先輩からの話で、休んだら椅子はないぞ。キルガサさんとか、まあ、金本さんもそうです。まあ連続ギアかかってるからね、簡単に休まんけど、そうでない人がレギュラー、普通のレギュラーを打った時に休んだら椅子はないぞ。ないです。急にレギュラーの選手を普通の選手が抜けるわけない。力の差があるんだから、チャンスを生かして、ああチャンスを与えない、サヨツにも与えない、ライバルに与えないっていうのが先輩の俺の一切じゃないけど、痛いの分かってるけど無理して知らん顔して出とけよっていうふうに先輩に言われた。あのね、あの、うん、まあこれ今現役の選手ね、まあ目のために名前両方とも言わないけど、ある選手がねちょっと怪我したの。まあ俺から言ったら できるだろうって怪我なんだけど、でその代わりに行ったやつが、この選手が戻ってくるので僕は頑張りますって言う。チャンスだからレギュラー取れよって話だよね。戻ってくるまで頑張りますって、お前どの位置にいるのって話だよね。それ聞いた時、いやなんでこんな考え方があるんだろう、プロだろうって思ったのよ。だからチャンスじゃないって話だよね。確かに、うん、それをね聞いた時にね、違和感を感じました。感じました。もう絶対今のもうホームランやな。やっぱり言うとり世代です。言うとり世代言うたら、そうやっぱり弱いんですよ。まあ練習しても器具も何でも、やっぱりの世界はね、やっぱりね、決意とね決心がないとダメよ。もうプロの世界に憧れてプロ野球選手になれる、これではね絶対生きていけない。福本さんドラフト何位か知ってる？長いやろ。俺高校2年で辞めて、あの、まあ、球団職員からだよ。それで相当な覚悟、それで残すんやから成績。まあ今出たら育成やからね。やっぱそういうところがやっぱりこう現れるじゃないかな。だから